沖縄の旬なスポットをドライブ感覚で巡るハングリーな沖縄ガールズのレポート、アナウンサーの全力実況とともに一度は行ってみたい話題のお店をご紹介します。今回のドライブカーはトヨタのライズ。4通りのメーター表示を搭載、先進、ワクワク、シンプル、アナログからお好きのデザインが選べます。さあ、あなただけの癒しの空間を探しにハングリーな。今回のハングリーナは前回に引き続きモデルとして活躍する滝田真奈ちゃん。本日のお店はこちら、北中城にひっそりと佇むプラウマンズランチベーカリー。自然に包まれたお店は非現実的な空間を体験してほしいというオーナーのこだわり。店内に入ると出来たてパンのいい香りがお出迎えし、癒しの空間が広がっています。お待たせいたしました。アボカドのオープンサンドですね。さあ、なんだか優しそうな店員が持ってきてくれたのが本日のグルメ、サンドイッチプレートアボカドのオープンサンド。長時間低温で生地を寝かした水分量の多い自家製パンを焼き、サクサクもちもちのパンの上にペースト状のアボカド、小さく砕いたアーモンドなどを盛り付けていく色鮮やかな一品です。いただきます。さあ、今回も元気ないただきますから一口目をかぶりついていく、おっと、何か驚いた様子。おいしい。驚くくらいの美味しさなのか、どんな味なのか言ってくれないので、ここからは想像で。クリーミーなアボカドのペーストにアクセントを加えるアーモンドの香ばしさと食感、食べるのが楽しい一品です。あくまで想像です。最後の一口いただきます。おっと、最後の一口という割にはまだ大きすぎる気がする。本人ももうすでにそれに気づいているが、無理にでも頬張っていった。うん、そうですよね、口いっぱいでは喋れないので料理の絵を入れて時間を稼ごうという制作側の意図が見え隠れしている。おっと、まだもぐもぐしているが、そして待ったのに結局何も言わない。さて、飲み物には女性に人気のティー、クレームドカシオ。温かいティーを飲みながら自然を眺める優雅なティータイムを楽しめますので、マナちゃんにもぜひ後ろを振り返ってもらいたい。その他にもこだわりの豆を使用したコーヒーにカプチーノもどうぞ。パンとも相性バッチリです。緑に包まれた癒し空間のベーカリーカフェ、プラウマンズランチベーカリー。お店の情報などを知りたい方はインスタでハングリーナと検索してください。